2024年3月8日21時25分、こういろいろアップロードしたり、まあ、これがね、ちょっと時間かかってるんですけども、数分しかね、撮影してないのに、このスピード、本当はこんなに遅くないはずですから、本当に。まあ、結構希望アイデア、佳子様に固定のままで、ね、その佳子様、逃げ出したくなったさ、理由、いや、僕もシャキッとして言った。いやけど相当僕も腹立っていた、本当に。これも本音で言った方がいいと思う。その時どんな感情になっていたかっていうと、わかんないわかんないけども、今日の動画ではそのブルネイのその方が来られて、皇太子殿下だったと思います。で、天皇陛下とお会いして、雅子様とあと紀子様もいたはずなんですよ。わかんない、その紀子様のところだけわかんない。それだったら、フリートさんもいるはずだ。その映像が、キコ様が一緒に出て、会うって言ってるんですよ。で、キコ様が会うって言った場合は、キコ様が僕に会わなきゃなんないか、僕が怒ったり、腹立ったりしてるせいは、フミート様の怒りかもしれないわ、もう。僕自身の怒りなのかな、もう僕もわかんない、本当に。本当に、わかんない。佳子様が、まあまあ、佳子ちゃんでもいいと思う。家で、母親と、まあ、紀子様と喧嘩されたことあるでしょ。で、その、お母さんが乗り移って、操っていたらどうする。家で喧嘩したことない。本当に。そんな怖い話嫌だ。言うでしょ。みんなそれ、そういうこと言っちゃうので、もう僕もさっきね、もうちょっとあれですけども、お手洗い行ってたんですよ。で、その時に、なんか、金っていうワードが頭なんかよぎるんですけども、僕の声じゃないんですよ。違う人で、それにさ、久人様の声って、なんかこういろいろ言われて。ちょ、これ笑いながら言ってるけど、先にこれ笑い話してなかったら、本当も、本当、他の人を見て、こんなに毎日、こんなひどい目に遭ってるのって、これだけとちゃうか、本当に道で絡まれて、もそれプラスやって、で、今までスポーツの勝ち負けやらされて、睡眠不足にさせられて、精神を生産されなくなる薬とか飲まされて、事実誤認で逮捕されて、正当防衛法律、があるのに、ルール法律で、刑法でも、民事でも。なのに、あいつらが今までしてきたこと全部吹っ飛ばしてるから。で、その陰には何があったかって言ったら、コロナウイルスとか、ああいったものを医療業界が作っていて、警察官が精神病院の医者をしていたりとか、一時待機の警察官ってもうみんな何かしたと。悪いこと。無理だから。もう本当に。で、ついつい、それはそれで警察官が、警察官になってすぐ辞めていくパターンになるんだけども、その警察官も何人も精神病院に入れてしまった人たちが訴えられて、ちゃんと医者料払った方がいい。自分たちの方が間違ってたって。医者の方も。これせんかと世の中絶対変わらない。一応まあこちらから世界中の政府への呼びかけで、コロナウイルスみたいなものを絶対に作らないようにっていうところと、どうせインフルエンザも本当はそうでしょっていうことでね、言って、これも、だいぶ前から言ってる、1年ぐらい前から。で、どうなりましたね。去年まではインフルエンザのニュース流れてたでしょ。今年どうです、インフルエンザのニュース流れてないでしょ。これが本当の話。インフルエンザも作ってた。これは医療業界の実態。これも全警察官が覚えておかなきゃならない。それ覚えられないんだったら警察官の資格ない。本当に。はあ、で、僕は言ってもどうせ伝わんないから、有馬警察署行ってもみんな分かってないから。もう大体ちょっと話しただけで分かりますから。はあ、だから、もう電波から聞こえてくる声、絶対無理。その、最悪、それで変に家入って、これも、大事な話、以前も言ったことあると思う。もう、佳子様と宇賀なつみが一緒になって話するのはなしですよ。本当に。で、これはね、フルーツラーパークで宿泊してるところに、西尾ゆかりと藤原のりかさんがあって、話したの、西尾ゆかりってアナウンサーで、もともとそのもの、まあ、同い年だったんですよ。千葉県のもので。で、結婚話してる藤原のりかさん
も、結婚話してるでどちらかっていう話だったのかなと思ったら違うからそれ両方とも知っていて、もうもうなんか僕を見捨ててなんかこうもう別の人と結婚するみたいな形で、藤原紀香さんが西尾ゆかりに言いに行ったみたいなんですよ。西尾ゆかりで西尾ゆかりで、もう全部口裏合わせ。だからもう僕は二十歳ぐらいの頃にみんな口裏合わせ女性陣でしてましたっていうことなんですよ、本当に。だって真子さんもテレビ朝日の受付でいたでしょ。笑えない笑えない、全然笑えない。笑って、笑いながら言わんかった。いや、わかんない。もう笑いながら言わんかった。こっちも気持ち持ちこたえられへん。本当は泣きそう。だから2002年サンパレスロッコーでアナウンサー関係の人間が20人近く、だから、もうだからその結婚話も、その振り出しにいちいち戻されるのが本当は嫌。それだったらそれで別に相手いるんだったらみんなそれ公表しといて、それその人と結婚したらよかったんです、早い段階でね。だからもうこの話もともと女性はもう高校卒業したらすぐに結婚したらいいの。その外交官とかにならないんだったら海外の大学行っても本当に意味ないから。もう今のは佳子さまに言ってるんじゃなくて、佳子さまは皇室というか系の生まれだから、その海外の人たちとのその人脈とかそれは確保しておかなきゃならないから、本当に何もありませんになってしまったら本当にそれは本当にまずいと思います。それはだから、実際どう思います。いやだから仕事してみなかったら分かんないから、本当はみんな自分で国会議員の仕事としてもそうなんですけども、ちょっと待ってくださいね。であと今日はこの度こういうふうに、ね、撮影した時番号2246とかこう続きでね、本当は番号出来上がっていくんですけども、佳子様へのね、メッセージ1と2ということで、こちらが1かな、1でこちらが2けど間違えるようにしてるのが2248でこっちも2248、違うこっちが1やわ。2248を2つ、その後これ一旦区切ってもう一度撮影してるんですよ。こっちが記憶容量見てもらったら分かります。239MB、長さ4分11秒でこちらがちょっと待ってください。こちらがね、1.9GB ぐらい。で、下にこれ、カッコ1なんか僕書いてなかった。ここ、もうサイバー攻撃受けてる。ここ、カッコ1なんか僕作ってない。これと、この番号を、ここの番号を、2248を同じすることによってどちらがどちらか分からなくしようとして、何か稼働されて、そうこれ今のちゃんとこれ 1.57GB、 こっちは2のはず。今どちらをアップロードしたいや。28分あるから多分こちらやから、次こっち、次先に本当はこっち。これ本当にこういう作業、本当めんどくさいですか、動画のアップロードの仕方。で、今一瞬画面がぼやけたのは、これ撮影して、あれしとかなか、布かなんか、紙でもいいか、いや、布じゃないでもいい。ちょっと待ってください。アクセスコードとかが出回ったら大変なことになるから。どうしようかな。ちょっと待ってください。いや、これで上の方のそのアクセスコードのところが分からなくしておかなかったら、その制作してるところだから、制作してるところに、その、アクセスされたら困るから、何でもできる。ほんと、家帰ってからもう、毎日こういう作業。他の動画とかも全部そう。
もうこういうのもいろいろ作ってるんだけども、まあ、なんかもうこういう欄作ってあんまりどこにどういうふうな意味があるのか僕もよく分かんない、本当に本当に。一応これでなんかつながりやすくなるのかどうかもちょっとよく分かんない。これは何かの実証実験のその記録とか、あの自分で、それ何か見て確認しなかったら分からないんですけど、これ多分無理だと思う。みんな多分あそこの欄何がどうなってるかよく分かんないまま作ってると思いますね。基本的に何かの説明書であれがあれば分かるんでしょうけども、基本的には本買わなきゃないですからね。あとはインターネット上で調べるのもあれね、まあ、iPadとかで一つでこう説明の動画見ながらこちらで同時でこう作っていくとか、それせんかったら一回一回ね、あの説明の画面戻って説明受けてまたコメント画面に戻って、それ始めたらめちゃくちゃ大変だから多分持たないと思う。みんなそれはすごく能力の高い、パソコンで読み込み速度が速いパソコンとか、 Core7 16GB、 昔もなんかそう、あと SSD がついてるものとかであれば、そういう作業はできるかもしれないけども、そのパソコンのもう一つ上のところ、この辺のところにこのもう一個ね、画面開いて、作ったりするの、まあ、この辺の、これね、これもコンピューターが選んでるんですよ。これまあ一般人の人向けにも言ってますけども、これ、多分、これ意図的にコンピューターが選んでる。これはあの心の声とか絶対本当は、よっぽど相手の吐き聞こえるんだったらいいですけども、聞こえないんだったらもうやめといた方がいい。もうこれが結論。だから相手からの心の声が聞こえないから自分じゃないとか、そういうことじゃないから。その日の状況による。本当に。もうそうしておいた方がいいときはいい。もういっぱい喧嘩売られて、もう腹立ってる時とかは、その心の声なんか聞かない方がいい。絶対あの、めちゃくちゃ怒ってる心の声しか、本当はそうでしょ？心の声が全部聞こえるんだったらそういうことになるでしょ？で、一応これ下の説明欄のところ、動画を見てもらった時に、まあ、まあ、笑ってる時の動画って、そのうちまあ面白い話が始まります。まあ、これね、ホームページ淡いケースで、この下、ここをね、こういうふうに、自分の、パソコンとかでこういうふうにコピーして、ここコピーで、動画じゃなくて、あの Google の画面、ちょっと待ってください。まさかこうどんな作業を家でしてるか見せることになる、なるとは。まあこれはこれで撮影して伝えた方がいいんでしょうけど、こういうふうに、まあ、ここにね、ここ、一番左上のここのところに貼り付けて、で、まあ、こういうふうに、まあ、押してもらうと。そうすれば、ホームページ、淡井圭介、あ、まずこれ、あかん、ログイン画面や。あかん、まず、これは本当にまずい。えらい画面来た。これあかん、まずい。まずい。これはまずい。これは本当にまずい。びっくり。以前はそうじゃなかった。これ本当にまずい。本当、以前一回見たけども違かった。まずい。これは本当にまずい。淡井圭介の言う言葉あんまり疑わない方がいい。なんかどっちどっちっていう声が聞こえてきてるけども、文田様の声です。コンピューターが調べようとして文田様の声を使ってる。どっちじゃない、淡井圭介の言った内容その本人の慌て方とかで分かるから。さっきのホームページの制作画面の方だから中の文章とか触れる、変えれる。こういうことがある。本当は Google の検索エンジンで調べるようにしとかなあかん。
証拠変えるためかもしれないね。本当に。もともとそれどこかで僕は気づいてなくて、普通の画面のアクセスコードを移したつもりなのに、先ほどのああいうふうな画面の方に、だから、佳子様が、わかんない。どう思ってるかとか、そういうのも関係あるのかな。政府、それとも政府上層部、要するに国会だけど、そんなことは絶対言わないだろうし。けど説明の時には言ってしまいますね。だからといってそうしてほしいとかそういうわけじゃないだろうし。だから、コンピューターのその AI 機能、AI 機能、これちょっと大真面目に考え方、これ本当まずいですね。まあ、ちょっとそういうわけで一旦もう電源オフにします。